ブレず人気があるアイテムって言ったら、もう僕もおすすめでこれヌプジゴアテックス買ってくださいって言ったんですけど、やっぱニューバランス 996V6 一択って書いてあるけど、はい、本日ですね、2023年買ってよかったものを視聴者さんに聞いてみたというのをね、やっていきたいなと思います。つい先日ですね、インスタグラムの方で2023年今年1年間で買ってよかったもの何なんですかって問い合わせしたところですね、皆さんからいろいろお声いただきました。で、洋服もあれば洋服じゃないやつもあったりするんですよ。で、まあそれはね、別に何でもいいので、皆さんに教えていただきたかったんで、お伝えしていきたいなと思います。まず早速見ていきましょう。まず一つ目っていうのがですね、こちらズドン、ヌプシ出ました。ヌプシ出ましたね。ヌプシはやっぱりね、まあこのようにあるわけなんですけど、まあこれ US 企画のものになるんですけどね、僕の嫁がね、つい先日ね、韓国に旅行行ったんですよ、友達と。そしたら韓国の人めっちゃヌプシ着てたらしいんですよ。てか、なんやったらもうヌプシしか着てないっていうぐらい、ほとんど韓国人みんなヌプシ着てたらしくて、特に若い子、大学生とか20代前半の子が多いっていう話してて、まあ確かに日本でもヌプシ着てる人の年齢って結構若いじゃないですか。だから、まあ、韓国と日本はね、まあ、同じような感じなのなと思います。で、日本でもつい先日スプリームとのコラボで、このなんていうの、スウェード生地のヌプシが出たりしたんですけど、スプリームはね、毎年こうヌプシコラボってやってると思うんですけどね、韓国ヌプシもなんかコーデュロイの、ヌプシが出てたりしてたんで、なんか直営店でもあったんかな、ちょっとまあ日本の直営店でも確かコーデュロイあったと思うんですけど、まあそんなんがあったりするので、ヌプシはね、しばらくここ何年かは人気なんちゃうかなと思います。今のその若い20代前半の人らが着てるまま、あとまあ 3,4 年は多分行くと思うので、人気になってるんじゃないかなと思います。で、次はですね、アルパインライトパンツ。まあこのパンツはね、僕前回ノースレスで絶対買うべきアイテムってこうサムネで出てますけど、その時も言いますけど、絶対買ってくださいと。アルパインライトパンツなんか買わへんっていう選択肢ないから、絶対買ってくださいという話したと思うんですけど、これが良かったのか、これは見てないけど買ったのかちょっと分かりませんけど、良かったらしいです。で、次はですね、990の V6 っていうことで、あ、言い方合ってます？分からんけど、もう一人ね、いてはりました。このニューバランスのスニーカーですよね、これが良かったっていう方言ってた方もいらっしゃいましたので、スニーカーね、ちょっと僕終えてないので全く分からないんですけど、そういうお声がありました。で、あとはヌプシのベストですね。ベストに関しては最近ダウンベストが結構流行ってるってことで、僕も今年ダウンベストっていうかダークアウトベストをトライはしてるんですけども、まあ今んとこね、やっぱ寒いとあんまり袖なし着ないんですよ。で、車ではいいですよって言われたりしたんですけど、車も最初寒いしね、それあったかなってきたら脱ぐけども、なんかその寒い時にダウンベストで我慢できひんから、僕あんまりベスト向いてないんかもしれないですけど、ただベストってかっこいいんですよね。だからそれはめちゃくちゃわかります。で、次はコーヒーメーカーとか食洗機。食洗機とかコーヒーメーカーもあればいいですよね。服だけじゃなくて、僕もね、オフィスの横のとこに食洗機置いてるんですよ。で、手とか荒れたくないからね、もう食洗機でコップ毎日洗ってるんですけど、これはねめちゃくちゃわかります。で、次がですね、ノースレスのマウンテンレインジャケットということで、ちょっと僕名前がもう忘れたな、ノースレスのマウンテンレインテックスではないよね、そんなのがあったりとか、あとタクヤさんのネックレスとブレスレットということで、こちらですね、これなんか去年もね、ランキングに入れていただいてる方もいらっしゃったんですけども、本当ありがとうございます。人気のねネックレスということで気に入っていただいて嬉しいですね。で、次がですね、 PS5 ということで、この人確か去年車とか言ってたんちゃうかな、このアイコンで見たことあるので確かその気しますけども、今年 PS5 ということで、何とかさんが泣いてますけどもね、泣いております。で、次はですね、ループイラーのパーカーということで、これは釣り網機の、多分パーカーやと思うんですけども、それが良かったよというお声があったりだとか、あ、さっきも言ってたコージロイのヌプシジャケットあった、これ多分直営店限定の方やと思うんですけども、直営店限定でねあったりしたんですよ。で、最近結構直営店限定のカラーとかがあって、直営店のインスタとかフォローしておけば、あ、限定のやつは出てるわとかっていうのはね、わかるかなと思います。僕あんまりちょっと興味ないので、まあ需要があれば紹介はするんですけども、基本的に直営店限定にあんま惹かれることはないんですけどね、そんなことがありました。で、次、マウンテンライトジャケット、これも一時2019年ぐらいかな、めちゃくちゃ多かったけども、最近は減りましたよね。結構減ってきたんですけど、まあ、それでもほんまにもう定番の人気というか、ブレず人気があるアイテムって言ったら、このマウンテンライトジャケットとかマウンテンジャケットとかっていうのは、もうノースレスのもう目玉というかね、もうとびっきりエース中のエースなんで、まあ、この辺は抑えたいですよね。で、次が、バギーズロングですね。あ、冬なのにこの夏のアイテムが来るってことは相当良かったんでしょうね。じゃないと入ってこないから、普通だってこういうのって冬物多いんですよ、やっぱみんなね、直近やから最近買ったもんっていうので意識出るけども、夏買ったものがいいってことは相当良かったんだと思いますけども、バギーズロングとか言って声がありました。で、他ですね、まあ、僕のボディバッグですね、もうかれこれ今これ3代目を使ってるんですけど、ブラウンで使ってるんですけど、ほんまはね、まあ、ブラックが一番使いやすいかなとは思ったりしてるんですけど、これもいい感じでツヤがね出てきましたね、テカテカしてますけど、ツヤが出てきております。そしてですね、次がやっぱニューバランス 996V6 一択って書いてあるけど、ここ画像出てると思いますけど、僕もなんとなく見たことあるけども、こういうねボテッとしたスニーカーって体型によって似合う似合わへんあるじゃないですか。僕ねウェーブっていう体型やから、こういうタイプのスニーカー似合わないんですよ。だからどっちかって言ったらバンズとかみたいな、こういうボリュームのないスニーカーが似合う体つきしてるので、そう、どっちもそっちとか革靴とかに行っちゃうんですけど、こういうのがね似合う方はね、それはそれでいいかなと思うんですけども、羨ましいです。で、次はですね、タクゾさんの動画見て今年はバルトロ買いましたということで、バルトロ
これを僕今年は買ってないんですけど、ちょっとね持ってこうと思ったらね、どうやらレンタルに出しておりました。だから今ちょっとないです。そして他はですね、婚約指輪と結婚指輪ということで、ご結婚おめでとうございます。いい一年に、ね、なったかなと思います。で次がですね、アディダススーパースター 80S めっちゃ渋いって書いてて、スニーカーでしょうね。ちょっと僕はパッと分かりないんですけど申し訳ないです。で次がマセラティです。金持ってますね、これ。車金持ってますね、兄さん。で次がですね、ニューバランス996-990の V6 って書いてて、3人目なんかな、あったり、あとベレルのジャングルモック 2.0 なんか全然わからない、何のことかさっぱりわからない。多分画像出てると思いますけども、すいません、わかりませんでした。で次、ジャパンメディアの究極の黒パンと紙ショーツでしょということで言っていただいてありがとうございました。まあパンツは僕、黒パンはね履いてますけど、紙ショーツもね、喜んでいただいて嬉しいです。で次、グラミチのルーズテーパードリッチパンツ、ちょっとわからない、申し訳ないけどちょっとわからない、ごめんなさい。で次がね、ベータインサレーテッドジャケット、これはベータって言ってるからアークテリクスかな、あったりします。ただアークね、今年すっごい人気でね、去年っていうか、今年が特にですよね、もうなかなか買えなくて、その転売屋の人が買って、で売りさばくみたいな。でもうそれによって12月1日からアークテリクスの値段がほんま 30% 上がったっていうね。おいおい勘弁してくれよっていう、もうめちゃくちゃ打撃うちに響いてますよってことでね、僕買えておりません。アークテリクス今年1着も買えてないんちゃうかな、下半期ね。それぐらい人気のジャケットですね。で次がですね、間違いなく今年はジャパンメディアの紙ショーツですということで、和紙で作ったショーツなんですけど、喜んでいただきました。で次はですね、すごい買い物ですよ。マイホーム出ました。マイホームいいですよね。僕もね、マイホームとかね、いつか建てたいなとは思うんですけども、まあ僕らまだほんまどこ行くか分かってないから、今は大阪にいてるんですけど、まあ後々はね、嫁の実家の方に行けたらいいかななんて僕は思ってるんですけども、嫁はちょっとどう考えてるんか分からないので、まあ決まり次第定住するようになったらいいんですけど、今なんかモンゴルみたいにね、こう遊牧民みたいな感じで、もうオフィスもなんか1年に1回ぐらい変わってるから、どこ行くか分からないんですよ。自分自身でもどこ行くか分からないから、家買ってる場合じゃないから、買う財力もないし、今のところはちょっとしばらくは買えないんですけど、おめでとうございます。で他の方、バルトローとかね、あとはですね、こう靴ですね、高級革靴、イギリスのジェームウェストンっていうんかな、ローファー来週の予定で書いてますけども、このアンケート取ったのがもう2週間ぐらい前やから、もう多分購入されてると思うんですけども、このブランドはね、ローファーで有名なイギリスのブランドなんですけども、多分10万ちょっとぐらいしてると思うんですけども、高級な、阪急メンズ館とかにもね、1階に確か入ってたと思いますけども、いい革靴って、これからねずっと履いていけるし、パッと見たら分かりますもんね。あ、この人靴履いてるなってことは洋服好きなんやなっていうのが分かると思うので、革靴ってね、男の憧れですもんね。非常にいい買い物かなと思います。で次、アスファルト色のマウンテンライトジャケット、あ、これもマウンテンライトジャケットですね。アスファルト色っていうのがあんねんな、ちょっとよく分からへんけども、そんなのがあったり、あとツインバードコーヒーメーカー、コーヒーメーカー2人目やね、やっぱりいいんやな。うちもね、弟にもらったね、コーヒーメーカーがあるんですよ。バルミューダのやつかな。でそれもね、ちょこちょこ使わせてもらったりはしてて、基本的に毎日使うのは、近くにあるデイリーっていうコンビニのコーヒーを毎日飲んでおります。だからあんまり使うことないんやけども、基本的にはそこを使わせていただいてるっていうのが僕のコーヒーメーカーはデイリーですね。で次がですね、お掃除ロボ、ほんまにマジでね、あるかないか全然違いますもんね。僕もね、下にね、今ルンバとブラーバあるんですけど、これがあるだけで多分人生の300日分ぐらい浮いてるんちゃうかっていうぐらい、もう優秀に掃除しておるんですよ。でもちろん角とかまではできひんから、角とかは週に1回だけしてあげやなあかんけど、それ以外の大雑把な掃除っていうのはやってくれるから、めちゃくちゃ助かるなと思いますので、もう同感でございます。で次、マウンテンジャケット黒、マウンテンジャケットは黒があればね、ずっと使えるから、これほんま黒一着持っとくべきっていうね、黒さえ持ってればそれでいいっていう感じなんで、よかったんちゃうかなと思います。で次、クロムハーツのペーパーチェーン、僕もね、クロムハーツのね、ネックレスね、今年買ったんですけどもね、もう色が変わっちゃっておりますわ、ずっとつけてないから。なんかね、くすんでね、銅色みたいになってます。でこれも多分ね、14万ぐらいしたと思うんですけどもね、映像では分かりにくいですけども、完全銅ですね。その色味がちょっとくすんでおります。はい、こんな感じですね。言ってもシルバー925なんで、シルバー925でも素材全部一緒なんでね、どうしてもこういうくすみとかは出ちゃうんですけど、それはクロスで拭いたりとかして対応するしかなくて、くすまない銀って言ったらもうプラチナしかないので、プラチナ使ってればね、確かに値段は同じぐらいすると思うけども、くすまない色があるかなと思います。ブランド代ですよね、この辺はね。で次がナノパフジャケットとかね、これパタゴニアですよね。で他ノースフェイスのウィンドストッパーヌプシフーディーとかね、エルメスのオスモズ、何それ、オスモズって何。でジャパンメディアの黒パーンとかね、バルトローとかね、ナンガのダウンベスト、ナンガのダウンベストなんか可愛いの何個かありました。僕もパッと見た時にインスタかなんかで上がってきて、これめっちゃ可愛いやんと思って、
って、ただ見てる分で可愛いのと自分が着て可愛いのってまた違うじゃないですか。でまあ着て可愛くなるかって言ったら可愛くならんし、まあええやと思って、まあただ見てて可愛いなっていうのがねありました。多分ここで出てるかなと思いますけども。次 MacBook、 あのねパソコンに投資するのは一番賢い。あのリターンがでかいからそんなことでいいなと思います。で次ジェントルモンスターのサングラス、何ジェントルモンスターって初めて聞いた。次タトラスのダウンっていうことで、まあやっぱり僕の視聴者さんがダウン買う方が多いんかな。水沢ダウンとか、マウンテンにはボーナスで買いましたとか、服関係ないけどゴルフのドライバーとかね、テーラーメイドのステルス、暗号かなこれは、ちょっとよくわからへん、ゴルフやってこないからわからへん、あとデナリジャケットとかね、あとホカオネオネのホッパラ、言いにくいでしゃあない、ホッパラって言いにくいね、ジャパンメディアのシルバーネックレス、ありがとうございます、バーバリーのトレンチコート、あこういうのいいよね、バーバリーのトレンチコートってあれいいんやけど、人によって体格によって似合わへんから、ほんまにごっつい人が来たらほんま軍人かなと思うぐらい肩とかにもこうなんかいっぱい入ってるから、まあできたら華奢な人がね着るのがいいんやろうけど、あとジョーダン1のロイヤル、これもいいですよね。オンコーラーのフーディ、ちょっとわからない。ノースエースのヌプシーダウンベストとマウンテンライトジャケット、なるほど、まあここからスタートですからね皆さん、まずはヌプシー行ってから、マウンテンライトとか行って買い出したら翌年ぐらいからすごいいろんなものが見えてきますから、あれこんないろんなブランドこんなとこにあるやん、あんなことあるやん、欲しなってくるやんっていうことで、入り口はそうなんやけどふわーっとその奥が広いんですよ。まあ沼ですわ、沼沼ダウン沼っていうのがあるので皆さん気をつけてください。次はね仮想通貨、ちょっと危ないから皆さん気をつけてね、あの仮想通貨、これこの方はもちろん健全やと思うんですけども、騙されないように皆さん気をつけてください。なんか怪しそうな匂いがしてくるからね、今更ですがノースエースとマウンテンライトジャケットでーすということでいいですよね。あとオンですねと、まあスニーカーね履いた時びっくりしましたってことなんですけど、その後ね僕ね DM 来たんですよ、オンっていいんですけどキュッキュうるさないですかって言われて、確かにと思って、あのデパートとか行った時の床ツルツルの反射する床あるじゃないですか、綺麗な床、あの時にオン履いたらキュッキュ言うんですよ。だからなんていうの、子供の靴かなみたいな、子供の靴でたまになんか歩いたらピッ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 ってなるやつあるじゃないですか、あんな感じで自分だけキュッキュキュッキュ言ってるんですよ。でまあああいうのって革靴とかで行きはる方多いから、革靴とかってそのキュッキュ言わんとコンコンになる、コンコンコンみたいな感じのおしゃれな音なんやけども、自分だけキュッキュキュッキュ言ってるから、ちょっとこれ場所によって変えやなあかんなっていうのが言われて気づいたんですけど、まあそういうね普段とか歩く外とか歩く分には全然問題ないけど、ちょっと高級なデパートとかちょっとキュッキュ言うと言うたらまずいとこはちょっと履かん方がいいなと思ったんですけど、音がありましたね。次オメガのシーマスターとかいうライバー300ですね、これも、今とかやと何分ぐらいするんやろ、ちょっとまあ物によるんやと思うんですけど100近くするんかな、まあ時計に投資っていうのもね、いいんじゃないかなと思います。僕自身もねその海外のやつってあんまりちょっとよく分かってないので、どんなんがあるんか分からないんですけど、またいいのあったら教えてください。次アトム LT フーディーということで、アトム LT もねもう今なくなっちゃってアトムジャケットとかアトムフーディーになっちゃったんですけど、そんなかったりヌプシュゴアテクス、これ良かったでしょ、もう僕もおすすめでこれヌプシュゴアテクス買ってくださいって言ったんですけど、結局寄り道しても最初ヌプシュゴアテクスは行くんですよ。やったらもう最初から行っといた方がいいじゃないですか、どうせ普通のノーマルヌプシュ買いました、なんかコーデュロイヌプシュも買った、でなんかいやマウンテンダウンかなってマウンテンダウンも買ってみた、いやバルトロかなバルトロも買った、結局ゴアテクスのヌプシュなんですよ。もうこれが完結やんね、もうここやんゴールってなってるから、もう一直線でそこに走るだけなんですよ、他なんか見る必要ない、そこだけまっすぐ向いて走りゃもうゴールにつくんで、ヌプシュのゴアテクス OK、次モンクレールね、モンクレールもいいですよね、これ女性の方かな、非常になんか品のある感じになるし、やっぱ暖かさもあるし軽いからね疲れないかなと思います、やっぱ女性の方荷物多いので疲れやすいと思うんですけどいいかなと思います。あと究極の黒パンとかオーン、多分これオンの話ね、昇降デスク、僕も机昇降デスク使ってますけど、このウィーンウィーンって上がるやつ、これめちゃくちゃいいですよね、しかも値段そんな今は高くないんちゃうかな、最初出た時は高かったです10万とかしたけど、もう今とか足だけやったら1万5000とかで売ったりするので、天板だけね別で買ったりとかするって感じなんですけど、まあ、セットになってても3万とかであったりしますので、興味ある方は見てみてください。で次、ニューイクロのシームレスダウンパーカー、車を買いました、何を買ったの、車の何を買ったの、ちょっとわからへんねんけども車買ったということでおめでとうございます。あともAR フーディ、やっぱりあとも多いですね。ストーンアイランドの、シャドープロジェクトカーゴパンツ、あのね僕もねストーンアイランド今年買ったじゃないですか、その時に店員さん見たら店員さんみんなカーゴパンツ履いてたんですよ、めっちゃかっこよかった、みんな同じパンツ履いてて、これいいですねって言ったら、なんか今も出てるし、なんか毎年これ春夏と秋冬両方出るんですけど、春夏の時は生地が薄くて秋冬の時は生地が分厚いんですって言ってはって、かっこいいですねって言ったんで、確かにこれ確かにかっこよかったな、今思い出しました。でモンベルのパーマフロストダウンパーカー、これ紹介したやつかな、多分体調に借りて紹介したやつだと思うけど、すんな、ヤリクロス、ヤリスクロスっていう、これトヨタの車なんかな、あったりとか、ジャパンベルの究極の黒パーンとか、バルトロニュートープボンダイエイト、これはあの他をねスニーカー、ダイソンの掃除機、結構家電系も入ってきますねやっぱりね、僕家電も好きやからぜひぜひ教えてください。レイバーのメガネ、サングラスとかメガネいいですね。サーミパーカー、これアークテリクスですね。アトムフーディもこれ今年のやつやね、今年の新作です。でゴローズね、ゴローズも好きな方お好きですもんね。インサレーションボンバージャケット、コバン、これスルーでいきましょう。ノースフェイ
ノースフェイジー、サーニックジャケット、ちょっとわからない。990、ミズサダン、これも何件か来ましたね。サロモンのゴアテックスです。これ、サロモンがなんかって結構最近来てますもんね。だから人気のスニーカーなんだと思います。デナリベストとか、オンのクラウドモンスター、タクトさんの影響で買いました。トレーニングでも活躍とか、あとロボット掃除機が優勝です。やっぱそうですよね。で、バブアートアーバンリサーチの別注とか、時計、セイコーアストロン。セイコーアストロンもね、結構有名な方とかもつけたりするけど、大谷翔平さんが確かモデルになってたんかなと思うんですけど、全部ね、ソーラーで、充電してくれるし、で、それでいてね、結構大きい時計ですよね。で、あと、ラオジャケットとかね、ウーホスのリカバリーサンダル。これいいですよね。今も僕履いてますけどね。ウーホスのリカバリーサンダル、これいいですよね。エアジョーダン。ジョーダンも僕、ジョーダン1よく履いてるんですよ、冬になったら。こういうね、ちゃんとした格好してる時はあんま履かないんですけど、なんかスウェット履いてる時とかに、ちょっとコンビニ行くとかの時はもうジョーダン履いていくみたいな感じでね。たまにインスタとかでも上げたりしてますけども、そんな感じでやってます。で、次、グンダのリング。これ、グンダっていうのが正しいの？ちょっとわからへんけど。あと、ノースエースのトランスアークカティカマウンテンジャケットっていう、これ新作ちゃうかな、最近出た。ということでね、皆さんにね、いろいろと買ってよかったものを教えていただきました。やっぱりね、僕の視聴者さんということで、僕の動画見ていただいて、あ、俺も買ったよ、僕も買ったよっていう方もね、いらっしゃったりだとか、あとはまあ、家電とかですよね、家電とか、それ以外にも、まあ、結婚されたり、車買ったり、家買ったりっていう、まあ、いろんな買い物をね、今年一年皆さんされたかなと思うんですけども、まあ、僕自身も今年もいろいろ買ってたりしてる中で、まあ、これ良かったな、あれ良かったなっていうのがありますので、それをね、また近々動画撮りたいなと思います。多分買ってよかったもん、トップ10まではないと思うけども、まあ、トップ7とか6とかぐらいあればね、ご紹介させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まあ、自分の中でも、今年何選ぼうかなって、まあ、迷いながら今ちょっと考えてるんですけども、はい、また楽しみにしておいていただければな。ということで本日はですね、視聴者さんに聞いた買ってよかったもののおすすめを、紹介したという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。